ちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ワンドから出したのはリズム。綺麗なスタートを切りました。ファーマーウェイ前に行きそうです。リズムそれに続いています。さらにはハイブレッドドーン、6番セイントウィングス、その後ろスクリーンスカウト、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。ファーマーウェイ先手を取りました。サマースコール、すぐ後ろ赤の帽子ビクトリージフェット、その後ろその隣にハイブレッドドーン、その横にセイントウィングス、リズムすぐ後ろその隣にプライズド、サークルカイザーすぐ後ろ、その外にフジヤマクリーク、その隣にサイドルーブル、すぐ後ろにミススペイン、最後方にスクリーンスカウント、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ1番バーマウェイ、ハイブレッドドーン、ほとんど差がありません。ブラックタイヤペア、3番手ロジータ21、安城の交際に応えるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はブラックタイヤペア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はブラックタイヤペア、あと 200m 一気に後続が抑えかかってきた。サマースコール必死に追います。2番手はロジータ、ブラックタイヤペア先頭だ。先頭はブラックタイヤペア、1着で降臨。ブラックタイヤペア1着、2着にはどうやらロジータ、勝ったのはブラックタイヤペア、見事な勝利です。Thank you.